皆さん、怠けながらダイエットしてますか？怠け者の健康美容チャンネルの細川です。いつも高評価とコメントありがとうございます。さて、今回お伝えするのは10キロ痩せるためにやめた食べ物5選をお伝えしていきます。これはダイエットを頑張っている視聴者さんにお伝えさせていただいて、3ヶ月頑張っていただいた結果、10キロ痩せることに成功しました。皆さんにも共有していきたいと思いますので、しっかりとダイエットしたい方はここから先まばたき厳禁ですよ。10キロ痩せるためにやめた食べ物、1つ目、加工肉。味が濃い食べ物は味覚が鈍って食べ過ぎにつながる危険性が高くなります。2つ目、ラーメン。麺類を食べるときは低脂質、高タンパク、食物繊維も豊富なそばがおすすめです。3つ目、ハンバーガー。罪悪感も感じやすく味も濃いので、甘いもので口直しをしたくなることが多いなど、かなり太りやすい食べ物と言えます。4つ目、パン。パンは水分量が少ないため満足感が低くなり、物足りなさから完食をしてしまう可能性が高くなります。5つ目、低糖質食品。ヘルシーでダイエット向きの食べ物と思われている方も多いですが、実は糖質が含まれていない分、脂質が多く含まれています。商品の裏に書いてある栄養成分表示を見て、しっかりと確認するようにしていきましょう。以上が3ヶ月で10キロ痩せた視聴者さんにお伝えした食べ物5選でした。ですが、これら以外にもたくさん太るものはあります。その逆もしかり、痩せやすい食べ物もあります。他の動画にて詳しくお話ししていますので、そちらを参考にしていただけると嬉しいです。それでは、これから脂肪燃焼効果を爆上げする怠け者体操を一緒に行っていきましょう。それでは体操に移ります。それでは、これから横向き怠け体操でポッコリお腹を撃退していきましょう。それでは横向きで寝てください。皆さん、横向きでは寝られましたか？これから行うのは1種目10回5種類行っていきます。それでは皆さん、ご準備はよろしいですか？では行きますよ。せーの、スタート。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ラスト10。 OK です。今10回行っていただいた方は、このお尻あたりを使った感じがあるかと思います。なので、このお腹周辺をどんどん動かしていきます。それでは2つ目、それではいきましょう。せーの、スタート。いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ラスト10。 OK です。皆さん、いいですね、その調子です。それでは次は3つ目でいきましょう。それではいきますね。せーの、スタート。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ラスト10。 OK です。皆さん、いい調子ですね、そのままいきましょう。それでは4つ目、それではいきますね。せーの、スタート。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。どんどん体が温まってきましたね。次は5つ目、これが終わったら反対側もやっていきます。それではいきますよ。せーの、スタート。いきます。はい、1、2、
大きく回しましょう。3、4、肩甲骨を動かしていきます。5、6、リラックスしてくださいね。7、8、そうです、その調子。9で次でラスト10。 OK です。次は反対になりましょう。皆さん反対側には慣れましたか？では一つ目いきますね。せーの、スタート。いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいですね。じゃあ次2つ目でいきましょう。では上の足を伸ばしてくださいね。それでいきますよ。せーの、スタート。いきます。1、2、3、4、下ろす先がゆっくりと。5、6、7、8、9、ラスト10。 OK です。じゃあ次は下の足を伸ばしてもらって、上の足を曲げましょう。いきますね。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、足それぞれ気をつけて。6、7、8、9、はい、ラスト10。 OK です。じゃあ次は4つ目でいきましょう。はい、では皆さんテレビを見るポーズをしていただいて、お腹を見ていきましょう。それではいきますよ。せーの、スタート。いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、エラソー10。 OK です。はい、では最後肩を回して終わりましょう。はい、では肩に手をつけていただいて回していきますね。それではいきます。せーの、スタート。いきます。1、2、大きく回しましょう。3、4、5、6、その調子です、頑張って。7、8、9、いいだそう、10。 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。家で横向きで寝ている時に私と一緒に怠けながら痩せていきましょう。皆さんにお知らせです。こちらの動画も一緒に行っていただければ、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。 YouTube を見ている方からコメントをよくいただくんですが、もっと皆さんでこのチャンネルを盛り上げていきたいので、どんどんこの下にあるコメント欄にコメントを残していってください。そして皆さんで情報を共有してお互いに高め合っていきましょう。そうすれば皆さんのやる気もアップして、一人で頑張っていることがなくなっていきます。なので皆さんでどんどんコメントを盛り上げていってください。皆さんのコメントをお待ちしています。運動はできてるけど食事制限をどうしたらいいかわからへんというそこのあなた、 YouTube のチャンネル面の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、
その他ダイエットについてのご相談などお受けすることができますので、自分じゃわからないという方はぜひ登録してくださいね。体操も頑張ってやってるけどあんまり変化ないなという方は当院のホームページから LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご LINE ください。そうすれば直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方はこのチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと、体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって、体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。